信号無視しちゃってるのはやめよう。何の感情もなく勝手に涙が出てきたぐらい滑ってた。そんなことある15ミニッツ一問一答。よいしょ。今回のゲストはサンシャインの信喜です。ロンググッド出た。信喜です。よろしくお願いします。ロンググッド。おいお前嬉しいかって泣くなよお前。ちょっと待って、こんな呼んでもらって本当に。ちょっと三倍座でした。嬉しいですね。信喜くんが来てくれました。本当にいらないだろう。俺でもってことユースカッション。怖いぞ怖いぞ。楽天カードバーン。2枚目作ろうね。よし、決まりましたけれど、決まりましたからね。本当にあのね、結構いろんな方々で言ってるんですけど、はい、一番好きなお笑い界のギャグは信喜のギャグって言ってますから、ね。まあ言ってるね。もう本当どこでも言ってます。あれですね。あれです。いいですか。寝ぼけて歯磨き粉で洗顔しちゃったよ。んーおちょこー。んーおちょこー。日本酒飲むときおちょこー。ビチョパー。最高です。最高。これの着ボイスが欲しい。着ボイスが欲しい。ぜひとも吉本さんこれをね、商品化してください。よろしくお願いします。ということで今日は信喜さんにね、はい、もう15分間、はい、もう質問しまくって。わかりました。もう丸裸ですね。これ丸裸にしていきたいと思います、ね、はい、じゃあ行きましょう。よーいスタート。本名はもう本名は、まあ、芸名信喜でやってます。でもこれはちょっとちゃんと言いたいですね。はい、ふとし。いや、坂田のお兄ちゃん。すごい。坂田のお兄ちゃん。すごい。リサーチするよ。すいません、本当に。信喜よ、純でございます。名字だった。名字だった。なんとか信喜よだと見ますよ。よく言われる。これは本当に言いたい。信喜よ、純なんです。信喜よ、純。信喜よ、純さん。信喜よ、純なんですよ。じゃあ、家族構成。家族構成、僕、家族が、お父さん、お母さん、お兄ちゃん、ガリレオ実に核家族だ。ガリレオ実に核家族だ。じゃあ、お兄ちゃんがいる。お兄ちゃんがいる。あ、じゃあ、結構年の離れたお兄ちゃんがいる。結構年の離れたお兄ちゃんがいます。え、そんなギャグあったか、俺。普通に答えてほしい。ギャグの振りじゃなくて、あ、なんだ、ずっとなんかギャグの振り。ギャグの振りじゃない。すみません、信喜雄順が信喜雄両親で、そして僕は双子でございます。双子だった。実はこれも知らないと思うよ、みんなね。二卵性でございます。二卵性だ。珍しい。だからあれだよ、大沢さんにバカにされてる。一卵性羨ましい。でも似てないってことでしょ。全く似てないです。一緒に歩いてたら友達って間違われる。面白いね。仲いいの？めっちゃ仲いいです。今でも連絡。連絡取れます。連絡取れます。ああ、そっちは弟ってこと？僕が弟です。で、双子の兄貴が今、兵庫で仕事をしてますね。あ、じゃあなかなか会う機会はない。まあそうですね。はい。悲しいか会えなくて。悲しい。本当に悲しいです。じゃあ。いや、悲しいか聞いただけだから。悲しい。やんなきゃなんて思っちゃうから。でもギャグのなっちゃってる。確かに。ギャグのなっちゃってる。どんだけあんの悲しいギャグ。一回ちょっとギャグやります、本当に。もうやめて、もうちょっともう、プレッツェ。なんかその一言ギャグみたいな。ポケットでやんないと。あ、まあそっか。ポケットでやっぱり。差し込んでいかないとね。いかないといけないしね。何聞きますかね。あ、好きなスポーツはじゃあ。好きなスポーツは野球でしょうよ、これはもう。あ、そっか。ソフトバンクね。ソフトバンクホークス、僕福岡出身ですから。ずっと見てるもんね。ずっと毎日見てる。はい。まあ YouTube でね、あのホークス戦をその毎日そのホークス戦終わったら振り返り動画を上げて、しこたま文句言ってるんでよかったら聞いてください。いやだめだよ。皆さん部活も野球とか。ね、部活はソフトボールやってる。ソフトボール。珍しい。ピッチャー。全部知らんかった。全然ピッチャー。ソフトボール。はい、全然ピッチャー。ずっと小学校から。小学校でクラブチームでやってて、なんか地元のなんか草ソフトとか社会人草ソフト社会人アナウンサーでやってるのに来てくれるって草野球みたいな、はい、それは草野球って草ソフトあるでしょ。でもやっぱあれか、やだな草ソフト。双子でバッテリーとか組んでてみたいなことか。全然俺だけです。え、そのお兄ちゃん、お兄ちゃんは普通にあのテニス部やってました。え、でもそれはさすがにソフトテニス。ソフトテニス。でもソフトはね、ソフトな家系で。ソフトテニスとソフトボール。やっぱ信喜はソフトに。なんだソフトな家系って。やっぱり意味が分かんない。硬いのとか意味が分かんない。ソフトテニスは分かんない。ソフトボール。いいだろ。確かに昔ソフトモヒカンだと思った。ちょっとね。ちょっとやったけど。やってたよ。ソフトモヒカンだ。ソフトモヒ流行ったでしょ。ソフトモヒ。どうぞさん聞きたいこと。まあ、これ趣味は何ですか。趣味。まあやっぱ野球みたい。まあ野球みたい。あ、でもまあ僕あのアイドルが好きで。日向坂46ね。これさ、前から好きだったっけ。
いやでももうだって長いです、7、8年ぐらいもう追っかけてます、ね、8年を、8年ですね。ひらがなケヤキの時か、はい、そうです、8年ですね。だから推しメンとかいるんですか。推しメン富田鈴香ちゃんっていう、ああ、はい、富田鈴香ちゃん。共演はない、まだ共演まだないんですよ。ああ、したいね。はい、したいです。他にもでも推したいメンバー何人かいるんですけど、うん、誰だったら、うん、あ、いいよ、差し込まなくて。すみません、ちょ、なんか、ちょ、なんか、まだ4分しか経ってないんだけど。もう、10分以上持たない、こんなにギャグやってたら持たない。マジで、お前の体ちぎれちゃうから、こんなにやってたら。ギャグ字にするかも。ギャグ字に。ちょっと、のぶきは歌うまいイメージあるんだけど、カラオケのお箱とか。うわー、ね。お箱ね。しっかり聞いてほしいなっていう時は、うん、あの T ボランの話したくはない、うん、あ、いいね、はい、やっぱこう歌い上げたいんでぐわっと。俺でもノブキヨ の、ね、中島みゆきさんの旅人の歌、旅人の歌めちゃくちゃ良かったね。そうか、中島みゆき好きなんだよね。めっちゃ好きなんです俺。俺ノブキヨの聴いてからそのアップルミュージックで落としてめっちゃ聴いてるもん。嬉しい。ノブキヨきっかけ、あれ、いや、そ、あれもダイヤモンドさんがね、M1 終わってとかでちょっといろいろこうね、そうライブでね、こうカラオケする機会があって、うん、ちょっと気持ちグワッと入っちゃって、うん、あれはよかった、あれよかったね、めっちゃよかったね、めっちゃよかった。好きな映画は、うわ、僕は、うん、いい映画っていうのは、うん、まあ、涙の量っていうふうに僕は思ってて、泣いた泣ける映画がいいって僕は思ってて、ね、うん、それで言ったら、あの夜を明かすほど熱い愛、熱い愛だっけ、そうか、そうか、あの熱い愛、ね、めっちゃ泣いたね、めっちゃ泣くやつ、ね、めっちゃ泣いた。それまでは僕、あの猟奇的な彼女がね、僕好きだったんですけど、あれ3回号泣したんで、韓国の映画、あ、そうです、はいはい、猟奇的な彼女、夜を明かすほど熱い愛を超えてきたんだ、はい、もう長い1回でした、号泣が、もうずっと、まあ、ずっと泣いてずっと泣けるんで、ね、すごい映画だったよな。そうですね、最近の悩みは、最近というかずっとですけど、あの約10年バズらないギャグは、ギャグ動画をさ、はい、上げ続けて今何日なの、9年と3ヶ月ぐらいめちゃくちゃ上げてるな、3300ちょいあります。すごいね、すごいわ。なんか川瀬が、うん、知り合いのなんか、うん、そういう SNS やってる人に、うん、なんかたまたま飲む機会があって言われたらしいんですけど、うんうん、誰でもなんか同じものを毎日あげてたら1年間で絶対フォロワー1万人いくって言われてました。僕は9年間で1000人、え少なあれ、それはこれさすが泣いちゃうか、ハンクハンク、湘南の風、湘南の風、湘南の風、危ない、絞り出したね、絞り出してくれたね、危なかったな、もう出ないと思った、さすがに全引き出し探しました、よかったね、ちょっとハン君が出てくる、隅っこの方にあったね、隅っこの方にハン君がいた、ハン君がいたんだ、よかった、ちょっとじゃあ、これだけは許せないっていうことは結構やっぱのクレーマーの意見ですね。いや、僕はクレーマーってちょっとだけ皆さんよりちょっとだけ本当正義感が強くなる、なるほどね、はい、正義感が強い、うわ許せないこと、うん、うわ、本当のやつは本当のやつ、本当のやつ、これもう信じらんないんですけど、あのお子さんをね、乗せて自転車で行かれてるね、はいはい、親御さんが普通に信号無視しちゃってるのはやめよ、マジでな、それわかるわ、それはそうだね、子供の教育に悪い、そう、信号がないところでも、うん、例えば車道がね、こう一通のこの、はいはい、ところでも普通にこの車高っていうんですか、斜めに、うん、後ろも見ずに斜めに行ってもやめよ、もうかわいそう、子供がもう本当に、こんなの知ってたらもう泣いちゃうよ、ね、泣いちゃうよ、もうちょっと待って、マイク体操そんな近い距離でやってるんだろ、マイク体操マイク体操いいですね、ファイターやってもいい、なんだろう、一番出たい番組とかね、気になるね、うわー、やっぱりでも僕はこのギャグが、うん、一番この広めたいっていうところで言うと、うん、僕はそれこそ日曜深夜やってる日向坂で会いましょうっていう、おー、はいはいはい、日向坂さんの番組、はい、オードリーさんが MC でやられてるのところで共演できたらなっていう思いでやってます、うん、ね、それは嬉しいよね、はい、いい目標だね、はい、めちゃくちゃいい、共演したい目標ですね、今までで一番滑ったもんうわ、滑ったのむずいよな、一番何の感情もなく勝手に涙が出てきたぐらい滑ってたから、そんなことあるまだないわ、勝手に涙ないな、そこまでは
あの骨がきしむぐらい滑ることが結構、まあ、何回かあるんですけど、涙が出ないな、勝手に涙が出てくる、まあ、感情が抑えられないっていうのが1年目かなんかの時に、おー1年目ボーイフレンドさんが MC で、はい、同期ライブがあったんですよ、はい、同期がいろんなコーナーをやるっていうライブの中で、はい、マイクにエコーをかけて大喜利を答えるっていうコーナーがあって、うん、もうリハでこう誰が何やってもウケるやんっていうぐらいもうちょっとお題 が、ね、みんなで答えこれ 100% ウケるの、はい、うわーってなって、でいざ本番始まって、うん、やっぱ案の定みんなめっちゃウケるわけですよ、うん、で俺ももう絶対ウケるぞと思って、うん、まっきりやったら本当にマイナス5度ぐらい下がって劇場の温度が、うん、でうーわ滑ったと思った、うんうん、思ってちょっと MC なんとかしてくれと思ってパッてボーイフレンド宮川さんの顔見たら、うん、全然違うところ見て、はい、お疲れ様でした。あの宮川英治でも何もできなかった。みんなを助ける宮川英治さんが目そらしたと思って。あもうどうにもなんなかったんだ。ここはもう触れない方がいいってなったんだ。本当に。うわあそれはなるほどね。先輩に迷惑かけちゃったんだみたいなのもなんか。ちょっとへこむね。なるほどそれ。なるほどね。じゃそんなのぶきよの、はいライバルの芸人は。うわー。これちょっと気になるんだよ。ライバル個人ね。サンシャインとして、はいはい、のぶきよとして。うわーこれ、うん。いやまあ僕が好きっていうのもあるんですけど、うん、まあ大原。ああ。ダンビラブーチョのね。めっちゃリアルやな。いやマジリアル。大原ね、ダンビラブーチョの。大原を意識しちゃいますね。どういうところ。あー面白いね、いいね。やっぱその人類をその体型ごとに10段階で分けたとしたときに、うん、同じレベルになるのが大原だと思ってて、うんうんうん、やっぱその体型史上一番受けたいなっていうのは。体型ってなるほどね。そうフォルムがね体型ってこと。フォルムがマジ一緒。フォルムが10段階で分けたときに一緒なんですよ。一緒だね。ちょっとちっちゃくてぽっちゃりしてる。一回なんか無限なんだっけ無限大でさ、信清と大原どっちが一番ダサいかみたいな。やりました。はい、私服でやりましたがダサいかで、やっぱその二人のどっちかってなったもん。はい、あれどっちが勝ったの？あれはダントツで僕が負けました。ダントツでしたね。まあじゃあちょっと大原に勝ちたい。大原にはねやっぱ意識しちゃってますね。本当にああなるほど。はい、お笑い芸人になったきっかけもね聞きたいですね。きっかけ？うん。まあ本当に大学の時に坂田がもうあの大学卒業したら NSC に入るって決めてたらしくて、うん、高校でなんかちょっとお笑いみたいなのやってたらしくて、うん、同級生と、うん、でそれが一応大学入ったけどやっぱりちょっとやりたくないわって相方に言われて一人になったからちょっと大学いる間だけでも一緒にやってくれる人を探したいなんて言ってで一人友達に声かけたんですよ坂田が、うんうん、でその友達がたまたま僕が大学でできた友達 でそこで共通の友達ができて、うん、その友達をいろんな人にお願いしてけど断られてもちょっともう最後もう信清しかおらんやで信清ちょっとどうって言われて、うんまあ、ちょっと話だけでも聞いてあげてって言われて、うん、そっからっすね、もういつの間にかって感じで一回話してみてちょっとじゃあ今度人前で寝たしてみようか分かったやるよいやそれはないじゃんお笑いに興味はなかったいや好きではありましたでも自分が芸人になるとは全く思ってなかったです、なんなら大学にも教職取ろうと思って入ってそ頭いいんだよね、ナムキヨいや頭良くないです、感覚でお笑いやってますいやいや、結構なんかノートとかノートとペンでギャグいやいや、机の上でギャグ作るんですもう感覚、もう耳で耳でナムキヨこの感じで結構賢いんだよな全然世界人が得意だもんそうだよ世界好きですけども、感覚でしかお笑いやってないですもん耳でなんか無限大のさ、学力クイズみたいなやつでさ上位に入った時、みんなさえってなったもん、ね、あの感じで賢いんだってなったよ信清がびっくりしたよ、ね、そんなわっしょいとか言って信清、って賢いんだっていうのとアイロニと辻さんってバカなんだっていうのでそうなんですよねみんながねその衝撃はそれがっかりというか、はい、なんか衝撃はありましたけどでちょっとあの坂田の好きなところ、はい、うわいやもうこれはもう坂田いないから今ちょっとこれはちょっと言ってほしいよ、まあ、そうですね、うん、いやほんとね可愛、うん、いぐらい自分好きなんですよあいつほんとにめっちゃ自分好きなんですよ主人公気質いや本当によくそんなこと言えるなっていう人が恥ずかしいって思うことも恥ずかしげもなくもっと俺を見てって言えるところはほんと可愛いなって思いますなるほどね本当に本当だったら自分も言いたいけど言えないとこってはいそうなんですよ羨ましいなって思う、うん、それが好きなところだ、はい、坂田のねすごいなね尊敬します本当にじゃあちょっとその芸人になってよかったと思うこといやこれ本当に、うん、ルミネとかでも思ったんですけど、うん、袖で売れてる兄さんのネタを見れる、うん、いやでも本当そうだよただねなるほどね、だこれは、まあそうだよね、芸人吉本の特権だな面白いもんなマジやばいこっち見れないもんね芸人になってなかったロバートさんとか
やばいよな。ここボケ足してるとか、うん、秋山さんは今乗ってるとか、なんかそれがもうめっちゃ楽しくて、時事ネタ入れてくれる人もいるしね、はい、ちょっとスキャンダラスな人とかもちょっと自分でね、笑いにしたりとか、もういじるんだとか、うん、こういう風に相方をいじったら受けるんだとか、じゃあ笑い好きになってる、ね、感覚で笑いやってる、感覚で笑いやってる、感覚で笑いやってる人はもう見ないんじゃないかな、人のネタとか人の研究してるとか、でも飯食いながら見てますから、先輩の方片手間で見ます、それは失礼だ、じゃあ野口さんも最後の質問です、はい、好きな色は、好きな色最後でいいの、それ教えて、好きな色は、はい、紫です、終了意外だな、ちょうど15分です、あ、ちょうど15分でよかったです、のぶきょうのこといろいろありがとうございます、聞いて、まさかのぶきょうが紫が好きだったし、もう知らなかったんじゃないですか、皆さん何かね、のぶきょうにプレゼントするときは紫色のものを色をあげてくださいベーキバイということで、皆さんチャンネル登録、せーの、よろしくお願いします、まっすぐストレート顔面ナックル、うん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 う